いたい。手づからの鍵まけ、回転の牛にいたい。よし、それじゃあ始めよう。この世界にはたくさんの未知が隠れてる。鍵の出番ね。鍵が反応した？この先に何が？僕たちの隠れ家。僕たちの出番だね。この調子で探索していこう。久々の本格的な冒険ってわけだ。さて、忙しくなるぞ。たくさん学ばせてもらいます。待て、よそ者、どこに行く気だ？旅は賑やかな方が良いではないか。こいつはますます騒がしくなりそうだね。バイバイ。またね。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ここから今見ていただいたアトリエシリーズ最新作ライザのアトリエ3終わりの錬金術師と秘密の鍵を、ご紹介していきたいと思います。本日は、ゲストとして本作の細井プロデューサーと阿比古ディレクターにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。早速自己紹介をよろしくお願いいたします。はい、光栄テックモゲームズガストブランド長の細井です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、コエテクモゲームスガストブランドライザンのアトリエディレクターの阿比古と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、早速ゲームの簡単なご紹介をお願いします。はい、まずはこちらご覧ください。はい、ライザンのアトリエ3はアトリエシリーズ25周年記念作品の第2作となります。最後の夏、最後の秘密とありますようにライザーたちと仲間たちによる最後の夏の冒険を描いた作品となっております。そして 物語についてはこちらご覧ください。物語はライザーたちの住む空剣島の近海に謎の島が出現するところから物語は始まります。この島が空剣島に悪影響を及ぼしていることが分かり、早速調査に赴いたライザーたち。そこで出会ったのは見上げるほど巨大な謎の扉でした。その扉の先に島を救う術があると信じて、ライザーたちは鍵と錬金術の根源をめぐる壮大な冒険へ旅立ちます。はい、そして本作はですね、冒険の舞台はオープンフィールドになりました。非常に広大でシームレスにつながったマップでライザーたちとの冒険をお楽しみいただけます。続いて登場人物です。主人公のライザーを含めパーティーメンバーはシリーズ最大級の計11名。おなじみの幼馴染たちに加え新たな人物も登場しますので続報にご期待ください。本作では物語でもシステムでも重要な要素として鍵が登場します。バトルでもフィールドでも調合でも使えて冒険をさらに便利に楽しく進められる要素になっています。ぜひじゃんじゃん鍵を使ってください。はい、以上となります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あんまり僕はね、長々とコメント早見せろやっていうじゃんで早速ゲームの方プレイしながら、ご紹介いただければなと思います。はい、じゃあ早速ゲームプレイ始めさせていただきたいと思います。はい、今回はですね、ちょっと特別なものを持ってきているので、ゲームショーで出しているシールとはちょっと違って右上の制限時間が無限になるようにしておりますので、はい、あらかじめご了承いただければと思います。はいはい、で先ほど細井から説明ありました通り今回は、オープンフィールドという形になっていて非常に広大な
マップが用意されています。なんだろう、ね、あれこの奥の方になんだか見られてる、こうなんかクワガタみたいなやつがあると思うんですけど、あそこの場所まで普通に歩いていけるという形になってますので、アトリエシリーズとしては最大級のマップのサイズを用意させていただきました。広いですね。そうですね、広く作らせていただきました。もうその分いろんなところにこう発見があったりとか、まあ、ちょっといろいろな冒険が楽しめるような形にしていますので、ちょっと今までのアトリエシリーズよりもワンランク上の遊びが楽しめるかなというふうに思います。はい、はい、じゃあ早速ですねキャラ操作していきましょう。でこれがですね、その広い冒険を広いマップを冒険する上でのちょっと助けになるものなんですけども、まあ、こういった感じでジップラインみたいなのダイナミックですね、はい、あれ出てたやつだ、うん、そうですね PV とかでもあ、はい、あるんですけど、まあ、ハイスピードで移動ができるという感じになります。まあ、こういうのを使って冒険をこうスムーズに楽しんでいただくこともできるようになります、ね、はい。今ちょっとこのまんまプレイをしていこうと思うんですが、今回ですね東京ゲームショーバージョンということで、専用のクエストを3つ発生させていただいています。はい、この3つですね、探索と、戦闘、あと調合という形でやってます。今回の最終目的はこの一番下のやつで、まあ一番奥のさっきこうクワガタって言ったやつなんですけども、そこにいるボスをこう倒しに行こうという形のゲームになってます。はい、でただそのまま行くと結構強かったりするので、まあ、この3つのどれかをクリアするとこうキャラクターが強化されるようになってますので、まあ、それをこう遊んでいただいて、でボスを倒すのに挑戦していただければなというふうに考えています。はい、で今回ですね、魔物と戦うクエストの方をやっていこうかなというふうに思います。じゃあ早速行こうと思うんですけども、まあ、今回こういう場所で普通にショートカットできたりするので、かなり、はい、まあ、広いマスなりの遊びができると。だいぶもう足腰大丈夫かみたいな感じなんですけども、ライザーなら大丈夫でしょう。冒険だけあって、最後でやりつつ最大級の冒険っていうことですね。はい、今回シームレスになったんで、すごいスムーズに動いていきますよね。はい、かわいい。まあ、こういう形で海だとイルカがですね、ライザーの冒険を助けてくれるようになっていて。まあ、こんな感じで普通に泳ぐよりも速い速度でですねマップを探索することができるようになっています。あ、優しい。まあ、ちなみにですね、はい、このように乗ったまんまでも相手も採取したりできるので、しかも先日生放送かな、録画でしたっけ、そうです、ね、の方で出していただいたように、はい、こう歩きながら採取っていうのも乗りながらでも全然できるようになっているので、そのスケールに合わせたデザインになっているということですね。そうですね、やっぱフィールド自体が大きくなっているので、はい、最初も便利にした方がいいだろうというところで移動しながらの最初に可能にしました。少し見て回りたいな。はい、だいぶ早い。じゃあ早速ですね、クエストの目的であるボスにですね挑んでいこうかなと思います。あそこにいるでかい、あ、こいつですね、はい、こいつがクエストの目的、早速戦っていきたいと思います。で今回ですね、主題にあります通り秘密の鍵というアイテムがあります。はい、これがですね、いろいろなところで使えるアイテムになっているんですけども、当然戦闘でも使うことができるという形になります。まあ、先ほど流していただいた PV でも、まあ、鍵を使うシーンいくつかあったと思うんですけども、今回はその鍵をですね作るシーンをお見せしようかなというふうに。今ならできるかも、新しい鍵を。はい、こういった形で鍵を作ることができます。UI がめちゃくちゃ素敵ですね。ありがとうございます。鍵を、はい、鍵はですね、敵から作ることができるようになっていて、まあ、当然他の作り方もあるんですけども、はい、まあ、敵だと、まあ、例えばそのフィールドに強い敵だと強い鍵が出るとか、まあ、普通の敵でも当然作れますけど、まあ、ちょっと弱い敵になっちゃうというのがありますので、まあ、ある意味コレクション要素ですね。まあ、こうアトリエシリーズ好きな方大好きなコレクション要素なんですけども、はい、まあ、そういうような遊びもできるようになっています。どれにしようかな。じゃあ早速ですね、今作った鍵を使っていこうかなと思います。これですね、めちゃめちゃ強い鍵ができてるので、これはめちゃめちゃ強い鍵できましたね。このようにですね、鍵を使うと、まあ、武器の見た目がちょっとグレードアップしてるんですね。もうひたすら連続っぽいですね。鍵を使っていて、まあ、その効果時間中はもうある意味一種のバーストモード状態になって、あーもう、はい、無双できちゃう、もうずっと攻撃できるみたいな形になってます。そんなに
来ねえならこっちからだ、はい、強い子だったね。アトリエシリーズ、まあ、ライザーなんですけど、おなじみのこうスキルを使うための右下の AP っていうものがあります、はい、この状態だと限界突破してたまるようになっているので、ひたすら攻撃を繰り返して AP を貯めて連続攻撃をして敵を倒すみたいな形のちょっとアクションゲーム寄りのことができるようになるモードが、いわゆるそのキーチェンジというコマンドを使っているときになります。はい、圧倒でしたね。そうそうですね、まあ、ちょうど強い回ができたっていうのもあります。はい、で今クリアしたので全キャラのスキルが1つ増えたと、まあ、これはあの東京ゲームショウ限定の動きになります。でこのまま、ボスのところに行くこともできるんですけど、今回はちょっと歩いていこうかなというふうに思います。なので15分短いよっていう方でも、まあ、今のコマンドの時に、ボスに行くよっていうのを選択していただければ、まあ、そのままあのボスのところまで行きますので、まあ、ちょっと遊んでて時間なくなっちゃったなみたいな人はそれを使って、はい、ボスまで行っていただければスムーズに遊んでいただけるかなというふうに思います。はい、ここがですね、先ほどのクワガタは、クワガタ、はい、に到着しました。ちょっとですね、ここは特殊な場所になっていて、はい、まあ、ストーリー的にも結構重要な場所になってくると思うんですけど、まあ、それはおいおいということで、はい、で今ですね、ランダムクエスト発生っていうのが出たと思うんですけども、フィールドを探索しているとランダムクエストっていうのが発生することがあります。まあ、これ一種のハプニングみたいなものなんですが、これをクリアすると、スキルツリーのポイントが手に入ったりするので、よりキャラを強化したりとか新しいレシピを獲得したりっていうのができるようになるというようになってます。まあ、なので、こういったイベントをこなしていくことでより強くなるというようなこともできるようになってます。じゃあ早速ボスにちょっと回復してから挑んでもいいですか。どうぞ。はい、じゃあボスに行きたいと思います。まあ、本編では全然寄り道とかもして強化とかもじゃんじゃんやっちゃっていいですよっていうデザインなんですね。そうですね、もうそれこそどこにでも行けるっていうところもあるので、はい、いろんなところに行って、まあ、いろんな発見をしてもらったりとかすると、まあ、もっと楽しんでいただけるんじゃないかなと。逆にメインストーリーが進まないかもしれないですね。そうですね、探索しがいがあるようなこうフィールドデザインにしてるので、はい、我々としては、まあ、寄り道を楽しんでいただいてもいいですし、調合を楽しんでしていただいてもいいですしっていうデザインにしてますので、まあ、収集楽しいゲームだから相性はいいですよね、すごく。そうですね、うん、結構テストをしている開発のスタッフもストーリーが進まないんだけどみたいなことを言うストーリーもいるので、ストーリーが進まないクレーみたいな、そうそう、テストプレイをしているんだから進めてくれよという感じであるんですけど、はい、じゃあ早速ですね、ボス戦っていこうかなと思います。ちょっとスキップしますね。はい、これがあの東京ゲームショウの最後の場所にいるボスになります。ちょっとですね、早速なんですけど、今回参戦したボスを使っていこうかなと思います。このユーザーに望まれ続けてついに満を持して参戦した。このキャラクター、新作も出てたんですけど、はい、プレイヤブルとして出るのは今回初めてで、非常にユーザーさんが待望の参戦という形になってます。こいつの出番だな。かっこいい。待ってた、待ってました。本当に裏の主人公的な成長が描かれてたキャラクター。あ、そうですね、本当に成長シーンと描かれてるキャラクターですね。いや、本当にもう満を持してって感じ。はい、めちゃ強い。そんなに剣使えたみたいな。これ自主練をしてたんですよね。ライダーたちと一緒に冒険がしたくて、ずっとコスレンして、コスレンしてついにそれを披露できているのがこのライダーのアトリエ3ですね。自分の的な蹴りまで使ってるのは戦闘ですね。どんだけ叩き取るんですか。全然だって1ターンで3回攻撃までになるんですよ。そうですね、今めちゃくちゃ攻撃叩き込んでる。これがやっぱ鍵の力で、はい、やっぱりこう鍵を使った時の爽快感みたいなのを味わっていただきたくてですね、こういう形のデザインにしてます。結構積極的に使っていってるデザイン。そうですね、そうなんですね、その中心ってわけじゃなくて、そうです、ガンガン使っていくような、はい、そうですね、鍵はもうとにかくいろんな場所で手に入るし、しかもその簡単に手に入れることができたりするので、まあ、どんどんその店頭で使っていただいて、でどんどん探索でも使っていただくという形のデザインになっています。
まあ、なので、まあ、あまりシュートせずに僕も今使ってますけどね、実際にあのゲーム本編の時にでも50に使っていただければいいかな、変えたくなりますよね、カビ今気を取り合って、そうですね、非常にこうアクションゲーム的な動きになるので、ゲームのエッセンスとしてはとてもいい形になったなっていうふうに私は思います。ちなみにこのようにアイテムの、まあ、アトリエシリーズといえばアイテムなんですけども、はい、まあ、アイテムを使って戦うこともできるようになっています。これでいくよ、まあ、窮地を救うのはいつもアイテムだよってことですアトリエシリーズだからね、アトリエシリーズもこれを使おう、鍵を、どんどん鍵を使っていきましょう。ガンガン攻めるゲームだった。そうですね、テンポがいい。まあ、今スキルを使うための AP が60を超えてる。スキルを使うのにこう3とか4なんですけど、もうずっとスキル使ってられるよみたいな感じにハマってます。来ねえならこっちからだ。なかなかそのデザイン上は難しいものなんじゃないですか。でも逆に、あーちょっとこんなにやっちゃって大丈夫ですかとか、なんですか。そうですね、やっぱバランスを取るっていうのは結構難しいところはありますけども、はい、まあ、ただ結局のところこのアトリエシリーズに関して言えば、まあキャラクターたくさん出てくる、今回11人ですね、はい、まあ、出てくるというところもありますので、もうそれをある意味織り込み済みでゲームのバランスを取るという形で調整はさせてもらってます。素直にもう見せ場どんどん楽しんじゃってくださいってことなんですね。そうですね、もうキャラクターの動きを楽しんでいただければいいかなというふうに思います。まあ、それこそ前作から人気のあるキャラクターも今作で登場するキャラクターもたくさん出てきますので、はい、それであの楽しんでいただければいいかなというふうに思います。はい、ちょうどよくボスを倒すことができたので、はい、ということで東京ゲームショーバージョンのシナリオとしては、まあ、こんな形です。で、ただこの早めに終わった人でもこのまま好きに歩き回ることができるようになってますので、あ、はい、時間内であればボス倒した後もやってくださいと。なので僕はもうアトリエシリーズには自信あるぞって方はもう始まった瞬間にボスに突撃していってもらってあ、それも全然できるレベルで、はい、全然遊んでいただけるようにはなってます。ただ相当厳しいんじゃないかなと思いますが、はい、まあ、挑戦していただくのは全然自由なので、はい、片尾さん実際に触ってるんですよね。はい、自由でプレイしました。いや、最後時間足りなかったですね。もうちょっとだったんですけど、ね、まだちょっと連動が足りないんです、ね、そうなんです、私の連動が足りなかったんですよライザーに申し訳ないです。ライザーなら有効活用してくれるよね。まあ、基本的には3つのクエストを選択してそれをクリアしてボス戦って形になるんですよね。時間的にはそれで十分間に合う。そうですね、はい、そういう形になります。なのであのクエスト3つって話を最初にさせていただいたと思うんですけども、はい、クリアするクエストによってその強化のされ方が違うんですね。まあ、例えばその強い武器を手に入れたりとか、まあ、そういうのも用意されているので、まあ、遊んでいただける方によってちょっと違う形での強化がされていくかなというふうに思います。まあ、こういった感じで全然ストーリー関係ないよっていうところをただひたすらに動き回るというのも全然ありだと思います。いけちゃうね。そうですね、あのまま、はい、まあ、こうやって、探索を楽しむのも今回 の, そのゲーム性の一つで重要視して作っているところでもありますので、はい、まあ、いろいろ隅々まで行って何か発見をしていくっていうのも、まあ、今回の体験版の遊び方としては、まあ、ちょっとボス完全に無視してますけど全然ありかなというふうには思います、ね、プロデューサー目線ではいかがですか。この特に見てほしいところ、エリートしているところっていうのはやっぱ今回、まあ、サンプル作の最後というところで、はい、ボリューム的にもですね、まあ、グラフィック的にも大幅に進化したと我々としては自負しておりますので、はい、その点感じていただければなと思いますね。デザイン上のオープンフィールドっていう変化もあったんでなかなか大変ですよね。そのキャラクターの集大成で。そうですね、はい、でフィールドもですねシームレスにつながっていますので、大きいマップもそうなんですけども、街自体もですねロードなしで全てのマップにアクセスできるようになってますので、その点も快適になったんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。魔物が集まってる。
片岡さんから何か聞きたいことあれば今のうちに聞いておきましょう。いやたくさんあるんですけど。ダメだよそんなもん。いろいろ聞きたくなりますけど、ライザのデザインがですねグッときましたね私は。少しお姉さんみたいになっていて、うん、2から約1年後のライザですよね。そうですね、はい、うん、でも成長したなって。最後にライザがどんな冒険を見せてくれるのかがすごく楽しみですね。成長したっていう声でね、やっぱり拍手で見えますよね。そうですね、成長したなーってしみじみした声を。そうですね、見るイメージあります、はい、やっぱりこう3部作やってると目線がお父さんになりますね。そうですね。ライザン大きくなったなって。じゃあゲームプレイはこの辺にして、はいはい、最後に改めて、はい、じゃあそれでは最後にスライドお願いいたします。はいはい、出ました。ライザーのアトリエ3はですね、発売日は2023年2月27日、Steam版はですね、2月24日発売となっております。はい、次のスライドお願いいたします。はい、はい、早期購入特典やパッケージ封入特典もご用意しております。こちらとなっております。はい、さらにですね、各種セーブデータ連動特典もあります。ライザー1、2のセーブデータ連動特典となっております。またソフィーのアトリエ2ともですね連動しておりますので、ぜひですね現在セールを行ってますのでご購入いただければなと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、じゃあ皆さんね、ぜひ東京ゲームショウの会場に来ていただいて、あるいは製品版の発売を待ってね、ライザ最後どうなっちゃうのっていうところを楽しんでいただければなと思います。というわけで、今回はライザのアトリエ3のコーナーでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。じゃあねー。またねー。